西国分寺駅からですね、線路沿いに西に向かっていきますと、西小池久保2丁目という交差点に出ます。まあ、道の方からですね、その交差点の奥を覗き込みますと、何か、曰くがありそうな、まあ、趣だったんですけれども、ここを進んでいきますと、まあ、すり鉢状の道になっているんですけれども、その先、まあ、急な坂道になっているんですね。で、この坂道をですね、阿弥陀坂と言いまして、この一つ目の交差点が鎌倉街道との、まあ、合流地点になっているんですけれども、その右側に墓地がありまして、この階段を登っていきますと、左側にですね、阿弥陀堂なる、まあ、お堂があります。そこには一体のお地蔵さんが祀られているんですが、鎌倉時代、まあ、この街道を通ってですね、まあ、いざ鎌倉で、まあ、分つたなく戦死した人たちを慰める、まあ、鎮魂するために建てられたそうなんですが、この阿弥陀堂にはですね、実はもう一つ曰くがありまして、武蔵武士の鏡と言われた鎌倉時代の名将、畑山重忠さんが恋人である浅妻太夫の鎮魂のために建てたお堂ではないかと、まあ、言い伝えられている、まあ、そうなんですけれども、この小池久保というのは鎌倉時代、まあ、大変栄えた、まあ、宿場町だったんですけれども、ここで遊女をしていたのがこの浅妻太夫でして、まあ、ここで出会った畑山重忠と浅妻太夫がですね、いい仲になりまして、まあ、将来を誓い合ったんでしょうか、まあ、逢瀬を重ねていくんですけれども、まあ、畑山重忠さんは源平の合戦で西の地に赴くことになりまして、まあ、浅妻太夫はですね、一日千秋の思いでこの畑山重忠の帰りを、まあ、待ったそうなんですけれども、まあ、この浅妻太夫に、まあ、汚れんぼする一人の男がいまして、まあ、畑山重忠は、まあ、西の地で平家の刃にかかって討ち死にしたと、まあ、嘘を、まあ、言うんですけれども、まあ、遊女としてですね、体を怪我しながらも、まあ、心の潔癖を守ってきた浅妻太夫はですね、まあ、悲嘆に暮れて、この付近にあります姿見の池で、まあ、入水自殺してしまいます。まあ、それを哀れに思った里人はですね、一本の松を植えるんですが、この松がですね、成長するに従い、まあ、西へ西へと、西にしか枝を、まあ、つけなかったという松なんですけれども、まあ、鳩山重忠もですね、まあ、この地に、まあ、お堂を作り、まあ、この浅妻太夫の友だったと、まあ、言われているんですけれども、この鎌倉街道の道中に東福寺というお寺がありまして、ここにはですね、その浅妻太夫の墓と、まあ、その小池雲の悲恋の物語の碑とですね、まあ、三代目になるそうなんですけれども、この京成の松ですね、が移植されているそうです。まあ、何でも初代、二代目というのは、まあ、この時の流れでね、まあ、朽ちてしまい、今は三代目だそうなんですけれども、この松の葉っぱですね、二重のがですね、重なり合って一本に見えるということから、一葉松と、まあ、言われているそうなんですけれども、まあ、鳩山重忠さんも、まあ、随分残念、だったでしょう。まあ、帰ってきて、まあ、彼女が、まあ、いないということでですね、まあ、この辺はその畑山重忠さんのと浅妻太夫さんの、まあ、物語が多く、まあ、後世に伝えられていました。で、先ほどのあの阿弥陀坂の途中にですね、まあ、僕が行った時はですね、爪楊枝の細工をしてはる、まあ、遠藤さんという、まあ、おじいちゃん、まあ、声をかけさせてもらって、まあ、この東福寺の行き道を聞いたんですけれども、まあ、随分物知りな方でですね、まあ、そこまで行くなら熊野神社に行ったらどうだと言われて、まあ、手帳を見ますとね、リストの中にも入ってあったので、まあ、寄ってきました。まあ、ここではですね、有栖川家の方がですね、その小池久保の物語をですね、まあ、読んだ句が記念碑として残っていまして、あの、かのですね、松尾芭蕉もこの地には寄ったそうなんですけれども、これですかね、
まあ、日が立ってありました。まあ、この後ですね、その遠藤王の教えに従ってですね、姿見の池ですか、そこにも寄ってきたんですけど、まあ、その動画についてはもうすでに、まあ、アップ済みなんですけれども、この国分寺の小池久保物語ですね、これは僕、まあ、平家物語と出会ってからもですね、行きたい行きたいとまあ思っていたんですが、なかなか時間とタイミングが合わずに、まあ、行けなかったんですけれども、今回、まあ、悲願ですね、まあ、成就しまして、今回このようにご紹介することが、まあ、できました。一泊二日の東京で、まあ、強行軍でね、将門の首塚、新選組関係、靖国神社と、まあ、行ってきたんですけども、まあ、時間のない中でもですね、充実した時間を過ごすことができました。まあ、今ね、この平家物語関係も、まあ、次どうしようかなと、まあ、悩んでいるところなんですが、まあ、またいい情報がありましたら皆さん、教えていただければ、まあ、幸いなんですけれども、またね、英気を養って明日からですね、まあ、プラモデルなんか、また作っていきたいなと思ってます。